こんにちは。皆さんお久しぶりでございます。今日はこの場所初めてで、同じく入り口で迷いました。で、一回入ってなんか違うかと思って一回行ってて、で隣のところかなと思ってなんか鍵閉まってて、でまた入ってきて。で本当にこれエレベーターなんかなと思いながら押したらなんかギーンって開いて、あ、ここだと思いながら、はい、いつもね初めて行く場所は必ずなんか迷うんですけどね、まあまあ無事に来れてよかったです。はい、ではなんか人前でするのは久しぶりなんで緊張しますけど、今日はですね尾崎豊の曲を何曲かやって、やろうかなと思います。これは先週明日解散する V6 の学校へ行こうっていう番組の中で、なんか尾崎豆っていう人が一般の人なんですけど替え歌でなんか歌ってて、盗んだバイクを買わされるとかっていうなんかそんな感じの歌なんですけど、それ聞いてて、 V6 で解散するの明日、うん、みたいです。解散するってのは、うん、日を知らなかった。で、うん、でそれで聞いてて、あ、これやろうかなと思って15の夜1曲目、はい、ラララタバコを貸して見つかれば逃げ場もない、しゃがんで固まり背を向けながら、心一つも分かり合えない大人たちを睨む、そして仲間たちは今夜家での計画を立てる、帰りたくない、自分の存在が何なのかさえわからず震えている、走り抜ける、闇の中ポツンと光る自動販売機、100円玉で買えるぬくもり、熱い缶を握りしめ、恋の結末もわからないけど、将来さえずっと夢に見てる、ああ大人たちは心をセロセロと言うな、俺は嫌なのさ。
ちすべて Never なんてちっぽけでなんて意味のないなんて僕ら